はい、こちら川合元です。エセコジンソーぶっ壊す。はい、はい、それではですね、 DVD の紹介です。松本です。はい、対煽り運転護身術講座ね、販売しております、ね、この前ありましたよね、煽り運転ありましたね。あの時も確か乗ってらっしゃる中でね、乗ってらっしゃった方がスマートフォンでこう撮影したとかっていうお話がありましたけども、そういったことも公開しております。ね、どういった、風に対応するかということをですね、まあ、2枚組になっておりますね。そちらの方をどうかご購入ください。はい、そしてですね、まあ、ゴシング講座ね、あります、ね。フラッシュライト講座、それからサイレンスプレー講座、それからスタンガン講座ですね。もう基本的な基礎的な、ゴシングが全てこちらに詰まっております。いいですね、こちらもご購入ください。それから危機管理術講座ね、そしてあとはスーパーヌンチャー講座ですね、の方もあります、ね。続々と他のゴシンズ DVD も販売される予定です、ね。どうか注目しててください。はい、それですね。では今日のトピックなんですが、ありましたね、最近ちょっとね、多いですよね。私ね、ちょっと今回クレーマーについて言いたいと思います。クレーマーとか、まあ、クレーマーっていうか、まあそうですね、クレームをつける人っていうんですか、についてお話しいたします。ですね、まあ某寿司店で、まあ、ある事件がありましたよね。某寿司店で確か落ちたものをこうもう一回、ゴミ箱ですか、ゴミ箱に入れたものをもう一回こう商品として出してしまうとかね、あとなんかありましたよね、いろいろ事件が、最近事件っていうかそういったこと多いじゃないですか。店員がやらかすような事件ね、あのバカッターなんて言いましたよね。要はツイッターに載せちゃうから、そういったものあげちゃうって、もう昔からありますよね。で最近店員多いですよね、店員がそういうことやっちゃうっていうのが多い、うん。まあ、もちろんやる人間っていうのは若い人多いですけどね、実際問題ね、うん。でこれね、私ね、一つ言いたいのは、ね、これ例えばまた出すのって言うかもしれないんですけど、例えば某掲示板でね、某掲示板のスレの方でね、私のね、私が以前ブログで、まあ、掲載したこともある、まあ、ある店員さんのね、に対するクレームですよね。それがですね、まあ、これは某レストラン S ね、イタリア系で安いところで、私よく行くんですよ、家族でね、うん、S と、もしくは、まあこれも S かな、ね、某有名ラーメン店 S ね、これ愛知かな、岐阜かな、だけかな、限定ちょっと分かんないですけど、それから、有名ですよね、これ O ね、餃子で有名な王あるじゃないですかね。で、これはまあ面白い、よう読んでるなこいつらと思うんですけど、あのね、ブログで私掲載、かなり昔なんですけど掲載したんですよね、うん。で、まあ例えばここの店員さんがね、なんかものすごく態度が悪いっていうようなこととか、もしくはそこに来てた客で変なやつがいたとかっていう話ですよね、うん。でそれについて私が怒ったとかクレームつけたとかっていう話じゃないですか、ね。これね、まあ、今回のそのバカッターの話もそうですけど、何っていうんですかね、程度が低くなったっていう言い方あれですかね。もうクレームもうクレームつけたらすぐモンスタークレーマーだからっていう流れになってきてるじゃないですか。なので、まあ、本当に理不尽なやつはダメですけど。ね、ちょっと言うだけで、あ、もうダメだ、こいつはモンスタークレーマーだみたいな流れにもなってきてるじゃないですか、うん。なのでもう将来的に私が思うのは、もうオーストラリアみたいになっちゃいますよね、うん。オーストラリアもひどかったですからね、うん。オーストラリア何がひどいかって、店員さんね、まあ、全部じゃないですけど、たまに変なやつがいる。まあ、私が2000年ぐらいかな、いた時なんかはあれですよね、レンタルショップに DVD だったかな、 DVD かな、借りに行った時に、なんかそこのレンタルショップの店員が踊りながら来ましたからね。踊りながら来て持ってるんですよ、中からこうやってペッて、うん、
で、あの持ってきて、私が借りた DVD ね、あの空なんですよ。空のやつ持ってって向こうが出すんですけど、そういったとこだったんですよ。そういった DVD って言った、あの刺さってた、刺さってるタイプじゃなくて、中から取り出すみたいなタイプなんですけど、それをパッと私空のやつ持ってったら、OK とか言って踊りながら、持ってくるんですよ、DVD を。中からね。で、DVD を持ってきて、DVD で、リズム取ってるんですよね。私が借りた DVD で、パパン、パパン、パパン、パパパパン、パパン、パパン、パパンとかってやり出すんですよ。DVD で、パン、パン、パパパパパパンって言ってやり出して、白人の男でしたよね、金髪の。それが、パパパパパパン、パン、パン、パンとか言って、テーブルに、私が今借りた DVD、叩きつけたんですよね。私その時はバカバカしくて言わなかったんですけど、うん、でそういうやつがいたりとか、すごいやつなんかはコールズってあるんですよね。コールズマーケット、スーパーマーケットってあるんですけど、まあ名前出していいと思います。外国なんで、うん、でコールズスーパーマーケットってあって、そこのとこで、まあ、買うじゃないですか。買ったら持ってきますよね、レジに商品ね。そしたらその商品をピッとかって言って、そいつを放りだけ、ポイって、ピッ、ポイって、そうすると、パサッ、パサッとか飛んでくるんですよね、商品が。普通置くでしょ、ゆっくりこうやって。それをポイ、ピッ、フッ、ピッ、フッって言うと、パサッ、パサッって。おいおいおいみたいな。飛んでるし、買った食品みたいな。そういったことあるんですよ。で、私どうしたかったら、お金ありますよ、お金。ね、でお金をバッと出して、数えてね、こうピッピッって、コインでしたよ。その時は、その程度でしたよ、買ったのが。で、コインをバーってやって、そいつを店員のところにポイって投げ捨てましたからね。だから、チリン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 と追ってたやつを、店員急いでこう拾ってました、うん。そういったことありました。うん、だから、そういったもう、ことは昔からありましたけど、うわ、とんでもないなこいつってのありましたよ。で、某寿司店なんですけど、で、あそこって今業績が下がってるとかっていう話が出てますけど、他の寿司店に比べて。私、一回まあ家族と食べに行って、あの時宗家もいたかな、うん、でご飯食べたんですよ、流れる寿司ね、うん、でこうやって取ってやってたら、後ろから「終わった」っつって、あれ高校生ぐらいかなのやつがこう出てきた。終わったわ、仕事終わったわとかって、ね、のれんみたいになるじゃないですか。そこから出てきて、そしたらみんな食べてるんですよ。鼻ほじりだろこうやって「終わった終わった」とかって出てきたんですよね。びっくりしましたよ、あれ見たとき。これ鼻ほじってたから。なので、はあ、ここダメだよなって話はしてたんですよ、うん。なんかちょっとこう、ね、寿司ネタもちょっと乾燥してたりとかってあったんですよね。常に乾燥してるとか、あと暖房がガンガン効いてて、暑いな、ここっていうね、うん。暖房の調整っていうか、そういう調整も仕方が分かんないのか分かんないですけど、暑いな、こことか言ってて、もうそういったときもありましたよ。ものすごくガンガン、もう、だって、寿司ネタとかって新鮮なものじゃないですか。ね、ああいったもの、魚介類のものとかって、ね、あんまりガンガンに温めたところってダメじゃないですか。でもガンガンに温めてましたからね、店の中、店内ね。で、どうなったかって、あそこ潰れましたね。うん。で、やっぱりね、そういったね、やっぱり、何て言うんですかね、行き過ぎてる、度が過ぎてる感っていうのが、最近多いですよね、本当にね。うん。で、まあ、そういったことがあるよっていう。だから、クレームって言い方おかしいですけど、何かを言いたい。何かを、要望を言いたい。クレームっていうか、要望。こうした方がいいぞって。こうしたらダメだよっていう要望を言われるってことは、それなりのことをやってるっていうふうに思うのも大事ですよね。それは。うん、でね、これですよね、うん。これ S さんね。S のね。レストラン S。これはね、もうちょっとあんまり覚えて、結構前なんであれですけど、これ家族でご飯食べに行って。で、ご飯食べに行って、もう何もそんな気持ちもないですよ、全然。で、あ、ここです。とか言って、あ、すいません。って言って私、もう結構腰低いですからね、普段。すいません。はい。とかって言って座って、で、こうやってやってたんですよ。したら、まあ来ますよね。ウェイトレスさん来ました。な、若いかな、多分20ぐらいかな、20歳ぐらいかな、来ましたよ。で、はい、これメニューですとか言って、なんかちょっと不愛想だったんですよ。
でまあなんか言いたいことあんのかな、これなんかあったのかなと思ったんですけど、まあそれどうでもいい話じゃないですか。で、あすいませんとか言ってこうやって、あじゃあどうするとかって決めてた。で、じゃあ遅かって言って、まあ行きますよね。でまあなんか押して、ピンポンかなんか押して、で来ますよね、ベル押したら。で、すいませんはいとか言って、あじゃあこれでこれで、あこれこれで、あのすいませんお願いしますって言ってやってて、何何何何みたいな、ちょっとすごいバイアスだったんですよ。なんか感じ悪いなこいつと思いながら、ね、言ってないですよ口にはまだね。で、あで、これでこうでって言ったら、でまあ来ますよね。したらまあ大体2品ぐらいまず行ったかな。そしたら、はい確認しますって書いてます。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。あの、要は人数がいるじゃないですか、家族が。だからその人数分で行くんですけど、大体わかりますよね、それと頭で考えたら。ね、こんな少ないわけないじゃないですか。ね、確かに2品ぐらい。で、あ、すみません、ちょっと待ってくださいって。あ、ちょっと今まだね。って言って、じゃあこれどうする、あ、じゃあこれで、こうして、こうしてくださいって言ったら、で、言って、はい、確認しますって言って言うわけですよ。それを、もう、そのやりとりが何回かあった。うん、私たち別にその、そんなに間隔空けてたわけでもないのに。で私それでそれ何回か言ったから、ね、ちょっと待てって言ったんですよ。ちょっとまだこっち選んでるから、選んでるだろこれって言って、ね、でそれで私言ったんですよ。あのどんだけやってんのここでって言って、そういう話をした、うん、なんかクレームっちゃクレームかもしれないですけど、ね、でこうなんだよって言って言って、で相手がバッて行きますよね。そしたらね、私たちこうやって待ってたら、なんだあのメニューね、メニューみたいなのあるじゃないですか、こうやつ。ラミネートされたやつあるじゃないですか。あれを、こうなんか置くんですよね、テーブルの。そこに、ピシンピシンってやるわけですよ。そうすると他の人でこうやってパッて見るんですよ。何みたいな。うん、それぐらいね、ピシンピシャンピシャンピシャンとかってやるわけですよ。なんか怒ってんのかな、わかんない。うん、それはまあ私に対して怒ってるのかな。うん、でそういうことがあって、それで他の、店員さん呼んで、すいませんちょっとなんかすごく気分悪いんですけど、誰々がこういうことで、すごく嫌だったんですよって言ったら、もうその店員さんすごくね、もうニコニコして、あそうですかって、ちょっとお名前だけ教えていただけますかって、そのね店員のね名前だけ教えていただけますかって言ったんで、ちらっと見てたんで、あれ何々ですって言ったら、あわかりました、ちゃんと伝えておきますので、すいませんでしたって言いましたよ。で他の店員さん全然問題なかったですよ、結局。私別にそこの S 行ってますからね、いまだに。でもう全然問題ない。その人だけ、うん、その女の人だけ、うん、なんだろうと思いましたあの時、うん、もうなんかすごい、もう顔見ただけ不機嫌なんだけど、不機嫌はいいわそれは、うん、不機嫌は許せるわそれは、もうあるだろういろいろ、うん、だけどね、ちゃんとした仕事してほしいっていうことね、うん、そういった気持ちがありました。それが S の話ね。で、もう一つの S、ラーメン屋の S ね。そこも私はしょっちゅう行ってます、うん、私はお気に入りですからね、愛知を中心に岐阜もありますので、私は行かせていただいてます。ものすごく美味しいです、いまだに私はファンです、味のね。それだけ言わせていただきます、いいですか。ただね、これはね、またうちのもんと言ったんですけど、あとまあ子供とね、で、行きますよね。で、頼むじゃないですか。頼んで、で、まあ、来ますわね。で、うちのもんと自分のもんは、全く同じものを頼んだんですよ。ね。来たら、まあ、私はもうこうやって、あ、うまい、うまいって食べてたんですよ。したら、なんか、スープが少ないよね、って言うんですよね。何、何って言ったら。うん、っていうか、スープないよね。ふふふって笑うんですよね。うちのもんが。何、何、なんで何がとか言って、もちろん面倒くさいの嫌じゃないですか。もう食べたいから。で、何って言ったら、これとか言って、何って言って、パッて見たら、まあ私のものと同じものありますよね。スープがね、少ないっつうか、スープが少ないんじゃなくて、スープがほとんどなくて、麺が浮いちゃってる。麺が浮いちゃってんの。わかります？ね、うちでラーメン作ったら分かりますよね。スープほとんど入れなかったら麺だけ浮くじゃないですか、こうやって。もう吸っちゃってるとか。ね、まあ吸っちゃってることはないでしょ。すぐ出してる。だからスープ入れてない、ほとんど、うん。で、そういうことがあった。で、
ないよな、確かに。うん、まあ、今飲んでないしって。ないな。まあ、いいわ、いいわ、俺行ってくるわ、って言って、まあ、めんどくさいな、と思いながら、持ってって、ちょっといいですかって。これ、スープ入れてくれますって、ちょっと少ないですよね、これ。って言った。そしたら、パッと見た。えって、また、なんか、やる気ない感じで来て。ね、なんか、高校生ぐらいかな、あれも。こうやって、いや、これ普通ですよ。いや、普通とかじゃなくて、これちょっと、だって、これ、まだ飲んでないよ、スープ。これ、入ってないから、ほとんど。入れてくれって。入れてくれいいじゃん。って言ったら、いや、いいですよ、これで。これでいいんですよ。って言って、いや、これでいいとかじゃなくて、入れてくれるって。いや、それスープ入れるぐらいできるじゃん。だって入ってなかったんだから、ほとんど。って言ったら、いや、これ規定で決まってますから。とかって言うんです。もうドヤ顔で、ね、規定で決まってますから、みたいな。いやいや、お前さ、って言って、そっからね、切れて、あのさ、お前これ、スープ入ってねえんだから入れりゃいいんだよ、お前これ。おかしいだろ、お客さんがないって言ってんだから、お前、って言って。言ったら、そしたらね、それ言った後に、ね、あの、ヤンキー風に、って言ったんですよね。ってこの目がこうやって、ってやったんですよ。お前何あ何だとお前って言ってね、私も切れるじゃないですか。あじゃないよお前って言って。ね、お前おかしいだろこれスープ入れてねえんだからお前はって言って。何考えてんだお前って言ったら、ねえって確か2回か3回ぐらい言いましたよ。ねえみたいな、とか言って。おめえよとか言って、それで喧嘩になったんですよ。入れろよお前、入れりゃいいんだよお前はって。お前バカなのかお前はって言って、ね。で、バーって話してて、ね。で、おめえさ、いいわ。分かったわ。お前さ、まあムカつくけど、ね、俺ね、道場を経営してるから、とにかく、入門しないって言った。どう入門してくれる、まあ、若いやつ欲しいから。ね、お前みたいなね、その、なんだ、血気盛んなやつが欲しいから、ね、どうか来てくれよ。なあやろうぜって言ったら、なんか、うんとか、ちょっとね、うんっていう顔しましたよ。で、いやいや、俺は、そんな僕も空手やってましたよ。なんか急にかしこまっちゃって、僕も空手やってましたよ。あそうやってたの、じゃあいいよね、来てくれるとかっていう話になった。そしたらなんかあの店長さんかな、女性が来て、どうしましたどうしましたみたいな、大丈夫ですかとか言った。いやいやいや、だからこれすいません、それスープ入ってないんですよ、ほぼ入ってなかったんですよ、これいいですよねとか言ったら、いや私別にあなた悪いとは言ってないですよって、でもこいつおかしいですよって言ったんですよ、こいつ絶対おかしいですよって、これやめさせてもいいですよこいつって言ったら、ああすいませんすいませんって言って、それはねもう早い、やることが当たり前だから、だって常識だからこんなことね、お客が入ってねえっつってんだから言えばいいんだからね、当たり前じゃないですか。だからあの店長さん女性の方すぐ、ああ分かりましたいいですよとか言って、で何やってんの入れればいいじゃないそんなのってパッて、ちょっと一杯ぐらいかな、バッあの大きい玉じゃないですか、あれでザバッて入れて終わりですよ。そりゃそうだわ、一杯入れたら終わりだから、パッてすぐ、まあ、入りますよねスープ。で、あーすいませんすいませんと言って、すいませんあのわざわざあれでとかって言って、私は言いましたよその人に、女性に。ほんでおめえよって、私はまあうわって言って、でもそのまま興奮しながら食べてましたけど、気分悪いわこれ一日中っていう気持ちでしたよ。でその後またそいつに会ったのかな、私の顔見てすぐパッと顔そらしましたけどね、うん、それからちょっととかいなかったかな、やめたのかな、うん、っていうことはありました、うん、ね、でこれ聞いても私が悪くないでしょう、うん、私が悪いって思ったやつはおかしいわはっきり言って、うんうん、っていうかもう店で働けんわそれそう思いますね、うん、あのさっきの S のあのあちらの S の方もそうですけど、こっちの S の方もね、うん、あの常識ってなんでしょう、だから常識が外れちゃってるから、完全にサービスっていうのを与える時の常識ってのがあるんですよ、その常識にのっとってないと働けんの当たり前なんでね、そうですよね。いやもうこれは問答おかしいわって言ったやつは、それはお前がやっとるわお前がそういうことやっとるだけやわそんなって言いたいですね、はい。とあともう一つは王ね、これもまたね、面白い。うん、これね、話すと長くなるんですけど、もう、面白くないと思っている方は、もう、他の YouTube 見てください。
あのはじめ社長のさんのねやつとか見てください、うん、あとヒカルさんのやつとか、うん、面白いです。それその日は私まあ家族で行きました。王に行きました。で私未だに王は行っております。ね、何回か行きます。私ファンです。ものすごく美味しいですね。あそこの餃子すごく美味しいですから私未だに行っておりますよ、ね。何か妨害したりとかそういうことじゃないです。で、まあ、そこに行きました。でね、なんか向こうのね座敷の方に高校生がいるなと思ったんですよ。だから私たちはもうなんか嫌だなってもうこっち座ろうぜって言って家族で行きましたから、こちらのこのもう一つの 座敷の方かな、こっち中パッと入って左側に座敷とこちらにも座敷があるんですよ。であとは向こうにキッチンがあってその前に椅子がある、ね、あとこちらの座敷の真ん前には椅子がバーッと並んでるんですよね。座れるようにそういう構造なんですよ。で私もそこの店何回か行ったことある。子供の頃、子供じゃないか、大学生誰ですか、まあ、20代ぐらいからかな行ったことあるのかな。結構長いこと行ってるんですよ。好きなんで、うん、で安くて美味しいんでね。でまあ座敷、まあ、こちらの座敷行こうぜって言って座敷行って、まあ、座ってたんですよ、ね。そしたらなんかキャッキャ言ってるんですよ。うわーもうやれだからよ、わーわーわー言ってるんですよ。うるせえなーと思って、まあ、嫌な店来たよなーと思って、嫌なところに入ったよなーとか言ってたんですよ。私そういうの嫌いなんで、すぐ出てきたりたちなんですよ。そういうこういざこざが起こるような感じっていうか、面倒くさい感じっていうのはすごく私嫌なんで、なるべくそういうところから避けようとするんですよ。だから皆さん、なんか私がよくね、私のこの話とかいろいろ聞くと、他の話を聞くと、あこいつは喧嘩っぽいやつで、何なんだこいつは、ご親切できてねえんじゃねえかこいつはとか、いろいろ言うじゃないですか。ね、危機管理ができてねえじゃないかもんとかって言いますけど、私は避けるタイプです、基本的に。だからそういったもう、例えばね、花見とか行って、お酒飲んでワーワーやってるところでも絶対嫌なんですよ、本当は。だから近づかない、絶対にそういうところには、ホットスポットにはね。なんですけど、入っちゃったじゃないですか。で座敷に座っちゃいましたよね。で子供たちっていうか、まあ、お腹減ってるから、まあ、いいよ、まあ、食べようかって言って、まあ、こうやって頼んで待ってた。でトイレ行きたくなっちゃったんですよ。でもそのトイレっていうのがその高校生たちがいる真ん前だったんですよね、トイレがね。トイレ行きたいわと思ったんですけど、嫌だなあいつらのところ通るの嫌だわと思ったんですよね。でもうトイレ我慢した状態で食べたくないじゃないですか。で、まあ、俺ちょっとトイレ行ってくるわって言ってバッと起きてバーって歩いてた。そしたらまあね、座敷あるじゃないですか。で座敷2つ、座敷のところでテーブル2つあるんですけど、多分その高校生が嫌なのかな、客はみんなこちら側に集中してたんです。私たちの方、座敷の方とか椅子とかも、だからあっちは空白域になってた。だから奥のテーブルがあってそこに高校生がいたんだけど、もうそこのテーブルとテーブルの間のところにも高校生は寝そべってたので、完全に何をやってたかって言ったら、うつ伏せになって、一人うつ伏せ、もう一人仰向けかな、でゲームやってもって、ピンコン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 やってるんですよ。学生服のままですよ。仰向けとこうやって頭なんか坊主みたいなやつかな、一人で、一人髪の毛長いやつで、うつ伏せぽって言って、うん面白いねって言って、確かゲーム、一人はゲームが一人本かな、ちょっと覚えてないですけどやってたんです。ゲームは絶対やってた。でピコピコやって、嫌だなこいつらと思って、私もう本当にその時伊達眼鏡はめてたんですよ。でこうやって、まあ、コンタクトつけてるんですけど、で伊達眼鏡でバーってトイレ行って、まあ行きはいいわな、とりあえず見ずにこうって言って、何にも声かけられるの嫌だな、でトイレ行くじゃないですか。で済まして、あ出てくの嫌だなって、さっと出てこうと思って、でトイレ開けるじゃないですか。トイレ開けて行こうかなと思ってパッと出た。そしたらそいつらの顔見ちゃったんですよね。パッとふって見ちゃった、偶然。そしたらその中の坊主のやつがこうやってパッて私の顔見て、なんか起きてたんですよ。こうやってパッて見て、うんっていう顔したんですよ。こういう顔ね、うんっていう、こうなんかあるじゃないですか、チンピラが絡むようなやつ、うんって顔したんですよ。で私目が合っちゃったんですよね。でね、そこからスイッチ入っちゃったんですよ。そっからスイッチ入った、うん、どういうことかっつったら、メガネ取って、伊達メガネ、おめえなぁって言って、おめえこんなとこで寝そべっとったらダメやろって言ったんですよね。そしたら、えとか言って、なんか、んなんでこんなこと言うんだろうみたいな感じでしたよ。おめえダメだろここで寝そべってたらって言ったら、え自由じゃんそんなことみたいなこと言うんですよ。自由じゃねえだろお前って言って、お前正座しろよお前って言って、寝そべんじゃねえよこんなとこで、ダメに決まっとるだろうっていうこと言ったんですよ。そしたら
一人のやつはすぐなんか私が大声をちょっと上げたんでパッとこうやって言って髪の毛長いやつは正座しましたって正座しました。でおめえよ、お前こんなとこで雇ってお前何どこの学校やみたいな話したんですよ。お前学生服着とったらお前バレるやろお前って言って、お前どうなるか分かっとるやろなって言ったら、まあ要は学校の先生とか学校側に伝えたらもういろんなことで問題になるってことですよね。学生服着ちゃってるから余計にね。だから、え、別にいいじゃないですか、寝そべらの坊主のやつが、別にいいじゃないですか、寝そべったって自由じゃないですかって、自由じゃねえよおめえはって、そんなん自由じゃねえよ、ここで座れよお前って言ったら、なんかもう渋々その頭の坊主のやつが座ってました、うん、で、お前座っとるよお前って分かっとるよなって言ったら、もうこいつずっと黙って何もうなずきもしなかったって、こうやってずっと座ってました。で、私も自分の席戻って、もう気分が悪い、またなんで行っちゃったんだろう、無視して行っときゃよかったのにと思って、ご飯をちゃちゃちゃっと食べてね、で、出かけにパッて見たらそいつらまだ座ってましたわ、そこに。で、なんか美味しかったのか美味しくなかったのかわからないままその店を出ました、うん、じゃあそういうことありました、ね、実はそこの王さんね、うん、実はまだもう一つあるんですけどね、店員さんがすごく態度が悪かったのに一人だけ、その人だけが悪かったのがあります、うん、その人は、肘をついてオーダー取るとき髪の毛キンキンだったんですよ。まあ髪の毛の色はいいです、まあ自由だからいいんですけど、キンキンでこうやって巻き毛みたいな、オーダー取りますとか言ってこうやって肘テーブルの上ついてこう、オーダー取りますね、はい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 、うん、はい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 とか言ってやるんですよ。女の人です、女の人で、私それでうちの母親と来てたんですけど、ともね、あと他の家族ね、うん、お前よって言って、私そこでまた切れちゃった、お前よお前それ態度おかしいやろっつって、もうおかしいんやないんかそれお前って言って言ったんです。それはまた切れた。したらうちの母親、もう やめときゃそんなこと、やめときゃやめときゃ、もう引いてやめときゃって言って、おめえよって言って言ったら、そしたらもうそれでよかったんですよ。それで私一回切れただけで、それでうって顔してましたけど、そしたらなんか電話がかかってきてましたよ。あ、ちょうど出るときかな、その店出るときに会計済ましてるときちょうど電話かかってきてて、まあ、一人お男性の店員さんが対応してくれたんですけど、もう一人の方がパッと来て、男性の他の方が来て電話をパッと受け取ってたんですけど、クレームの電話だったんですよね。それものすごい電話口の人怒ってたんですよ。あ、なんか他にもいろいろやらかしてるのかなと思いましたけど、うん、だから私だけじゃなかったっていうね、うん、だからそういうことねありましたね、うん、いろいろあります、うん、だから他にもいろいろあるんですけど、何かって言ったら、まずね、まあ私別にそのね職業蔑視をしてるわけでもないですし、店員さんのことどうこう言いたいわけでもないですよ。で、私どちらかというといざこざを起こしたくないタイプ、うん、やりたくないんですよそういうことは。なるだけもう穏便にそういった問題も起こらずに行きたいんですよね。そういう性格なんですよ本当はね。なんですけど、うん、なんかそういったことがあると、なんかあれですよね、プチッとくるとかありますよね、おかしいだろお前っていうような感じになる時はあります、それは、うん、でね、私が何を言いたいかっていうと、これ今話しましたよね、まあ他にもいっぱいあるんですけど、この特にこの3つの話ね、うん、これって普通に考えた時に、私っておかしいですかね、それを言う私っておかしいですかね。例えばですよ、まあその高校生の話しましょう。で、高校生が寝そべってる頃って、あれやってるやーって言ってやってるじゃないですか。ねえ、やりたい方でやっている。店の中で。ねえ、やりたい方でやってるわけじゃないですか。うん、おかしいでしょ。わーわーって。で、客がそこに寄りつかないし。ねえ、他の客が。で、私が出てきたら、わーっていう顔を、あれってやるし。ねえ、それって、野放しにするっていうことはいいんですかね。てか、誤信的な話じゃないですよ。誤信図 の話として言うならば、当たらず触らずが絶対です。誤信的に言うならば、絶対にもう、言ったらダメです。ほっとくのが一番いいです。誤信図はね。でも、人間として、ね、昔って、いろんな、そういった、なんかことがあっても、周囲の人たちが、
まあ、大人がやっぱりガツンと言ってたじゃないですか、ね、でも今ってそうやって言わない時代じゃないですか。大人が言わないからどん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 突き上がるやつも来る、出てくる。ツイッターで炎上する。そういう時代じゃないですか、ね、それに対してなんかバンと言うってことは良くないことなのかなっていう風な風潮になるのはどうかなと私は思うんですよ。それ、ね、やっぱり声を上げる人がいてもいいと思うんですよ。そういうやりたい放題やってるやつに対して違いますかね。そうですよね。で、あともう一つ、例えばですよ、もう一つ S かな、レストラン S の例えば店員さんやったことでも、例えば常識的な範疇、常識的な人知ってるわけじゃないですか。常識的な人、常識的な店員さんを知ってるわけですよね。でというか、それはそういう人が大半なんですよ。別にレストランの S が悪いって言ってないですよ。そこの店員さんは 大半は常識的な人なんですよ。これ勘違いしたらダメですよ。その中におかしい人がいたっていう話ですよ。いいですか、逆じゃないですからね、うん、でそこでその人はね、うん、その人がまだメニューをやってこう、ね、これですこれですって言ってるじゃないですか、ね、それを、はい確認します、はい確認します、ってはい確認します、何回確認します言うねんっていうね、うん、普通はちゃんと待って、はいいいんですかこれで、よろしかったですかとかって言えばいい、うん、あとよろしかったですかって言って、はい、あのこれでこれでって言ったら、はいいいですか、はい、ではご注文繰り返させてよろしいでしょうかっていうことですよね、うん、これができるかどうかっていうことですよね。それからなんだ、あとはなんか嫌なことあったのかもしれないけど、まあ私そこでは別に言わないですけど、その店の中に持ってくるやつね、いるじゃないですか、うん、お客様の前にそれ持ってくるやつ、自分の嫌なこと知るかそんなもんっていう話ですよね。自分でその仕事選んで自分でそのサービス業に携わっとるんやったら、そんなもの当たり前やろそんなもんと思うんですけどね、うん、そういうのを人前に出す、雰囲気出す、うん、そういうやつオーストラリアでも何人か見てきましたけどね、そういうことやってる。だから多分このまま行くと欧米化してきますよ。欧米化するってどういうことかって言ったら、いい加減になってくるってこと、うん、お客さんに対するあれがもうダメになってくるってことですよ、うん、もうサービス関係がもうダメになっちゃう、そこのところを徹底教育しないとダメってことですよね。あの店舗側もね、店長さんもね、そういったことができてないってことになっちゃいますもんね、店側が、うん、っていうことですよ、ね、あれもそうじゃないですか、タムケンのね、タムケンさんのあのこともあったじゃないですか、あえてね、あれはもう店長さんがなんかツイートしちゃったらしいですけど、ね、なんか面白くない人やったとかね、うん、普通言わんでしょ、自分のお客さんだから、うん、面白くない、あのマイク持ってもあれ何や、あのテレビの前、マイクなけりゃテレビあのカメラも向けられてなければ面白くないやつやなんて言わんでしょ普通。お客様として来ていただいてご飯食べていただいてるんだからね、俺食べさせたったのにはご飯をっていうのはおかしいでしょそんなね。やっぱり店構えてやってる以上はそれはやっぱり感謝しないとダメですよね、うん、と思いますですよね。すいません、ちょっと話長くなりましたね。まあ、S もそうだし、まあ、そこ あのラーメン店の S もそうでしょ、そいつもね、あのおかしいですかこれではどうすりゃいい。じゃあこれでは例えばスープほぼ入ってなくて浮いとった時、もうスープ使ってないこのパサパサの麺をずっと食べ続けりゃいいんですか、こうやって、まあ、私のじゃなかったですけど食べさせりゃよかったんですか、うん、あれだね、美味しいね、うん、とか言って無理やり食べさせるんですか。なんか酷じゃないですかそれ。例えばですよ、あなたの彼女がと一緒にご飯食べててね、まあラーメン店に行きましたと、
ね、だからあなたのところにはスープがしっかり入っている。だけど自分の彼女のお椀の中のラーメンのところにはスープ入ってない。怒るでしょ普通。怒らん男はバカやわそんな。情けないわそんな。すぐ振られるわそんな。と思いますよ。うん、普通あれでしょ言うでしょ。ちょっとすいませんこれちょっとはいまあまあもうきつく言うのはなんですよ。なんかこれ入ってねえなお前はっていうのはダメですよ。じゃなくてすいませんちょっとこれあのちょっとスープないんですけどねこれ同じぐらいのやつですよね。あの同じぐらいのあれですよね普通こっちとって言ってちょっと入れさせて入れていただけますって言えばいいじゃないですか。それでもですよ。そのちょっと変なやつみたいにですよ。いやうちで決まってるんでとか。スープいいんですよこれでこういうもんですからって、まあ、そういうもんならいいですよ。あるじゃないですかラーメンでもいろんな種類が。でもそういうもんじゃなくてスープがあるやつねだったらね普通だったらああ入れますって言いますよ。でもどうもいいんですよこれで、うん、これ食べときゃいいんですよこれで食べといてくださいこれ、うん、もうスープ入れたくないんでとかって言ったら切れるでしょ普通。自分の彼女のラーメン何にもスープ入ってなかったら切れん方がおかしいでしょ、うん、そういうことですよ。だから私は別に間違ったことしたとは思ってない、うん、それよりも全然そのもちろん社員教育というかそういったことがなされてなかった。もちろんその女性店長さんというかその方は責めたくないんですけどそいつが悪いんだからなんですけどやっぱりそちらの方にね行っちゃいますよね。店側の方に行っちゃうじゃないですか、うん、だからあんまり良くないなと思うんですよね、うん、はいそういうことです。でこれでどうですか皆さん誤解が解けたんじゃないでしょうか。なんか私がなんか常にクレームを言うようなやつじゃないかって思ってますよね。ね思ってますよねそれね、うん、ただサービスには私は厳しいです。サービスは厳しい。まあでもそこまで厳しくないかな、うん、その常識的なねサービスには厳しいです、うん、なんか常識がないやつはやっぱり言いますある程度ね。そう思います。はいということですね。はいどうでしょうかね皆さん、ラーメン店の S、 レストランの S、 それから餃子の O ね、どうか言ってください。美味しいです。何度も言いますが私はファンです。未だに言っております。本当に美味しいお店ばかりです、ね、一般庶民の味という感じですよね。私はもうそれが好きです、うん、高級レストランとかあんまり私はまあというかね家族で行くとお金もかかりますしね。こちら一般庶民の味が一番好きです。ということです。はい。では今日は以上で終わらせていただきます。はい、それではいきます。エセご心臓、ぶっ壊す。